お化けの夏。夏の暑い夜、お化けたちはお寺に集まっていました。今年は病気が流行って人が集まれないから、お祭りも肝試しも中止だってよ。なんてこった。一年に一度の楽しみなのに。お化けたちは人間を驚かす肝試しがなくなってしまって大慌てです。どうやって驚かそうか。お祭りも花火大会もないからな。今年は町へ出てこちらから驚かしに行こうじゃないか。そりゃいい考えだ。早速お化けたちはそれぞれの場所へ向かいました。まずは六六首。トイレから顔を出したらびっくりするんじゃないかしら。長い首をうにょうにょさせながら学校のトイレに隠れました。でも待てども待てども誰も来ません。みんなどうしたのかしら。六六首が外へ出てみると夏休みの張り紙が見えました。学校が夏休みだったので誰も来なかったのです。六六首はしょんぼりお寺へ帰りました。その頃傘お化けはコンビニの傘立てにこっそり混じっていました。雨が降ってきてオイラを間違えて掴んだ人はびっくりするぞ。驚いた顔を想像しながら楽しみに待ちました。でも待てども待てどもちっとも雨が降りません。暑い暑い真夏、雲一つない青空が毎日続くと、雨が降ってくれないと困るんだよ。傘お化けはしくしく泣きながらお寺へ帰りました。その頃海坊主は海の中で驚かすのを待っていました。子供が泳いできたらびっくりさせてやろう。楽しみに待っていましたが、待てども待てども誰も来ません。今年は海の家がないので誰も泳ぎに来なかったのです。それに気がついた海坊主はがっかりしょんぼりお寺へ帰りました。その頃ちょうちんお化けは普通のちょうちんに混じって飾られるのを待っていました。飾ってあるちょうちんがお化けだってわかったらみんな驚くだろうな。楽しみで楽しみでニヤニヤしていましたが、待てども待てども飾られることはありません。そうだ、今年はお祭りも花火大会もないんだった。ちょうちんお化けは気がついて急いでお寺へ帰りました。するとどのお化けも失敗したのかしょんぼりした様子でお寺に集まっています。その様子をこっそり見ていたお坊さん、小坊主たちを集めるとお化けたちのために簡単な肝試しを始めました。お化けたちは嬉しそうに木の陰に隠れて思いっきり驚かします。キャーと叫んで逃げる小坊主を見てお化けたちは気分すっきりいい気持ち。やっぱり驚かすって最高。たった3人の小坊主を驚かしただけでもとても楽しい気持ちになったお化けたち。来年こそたくさんの人を驚かせるぞ。世の中から病気がなくなることを願いながらみんなで怖い顔の修行を始めましたとさ。おしまい。お話は面白かったブー。このお話の絵本が欲しい子は説明欄を見てみてブー。グッドボタンとチャンネル登録よろしくブー。